今日最後の日、伝えなければいけない人がいます。天国の増田直樹、あなたの思いを、あなたの3番を背負い、ここまで戦ってきました。あなたのいいところも悪いところも全て見てきました。いいところだけ受け継いで、魂を、そんな思いでここまで本当に戦ってきました。最後はこんな情けない形で松さんが望んでいた場所に連れて行くことができなくて本当にごめんなさい。でも僕の膝がボロボロになるまで、あなたの3番を背負ってここまで戦ってきたことだけ少しだけでいいんで認めてください。最後になりますが、23年間キャリアを通して僕を支えてくださった全ての皆様に感謝したいと思います。そして最後はこんな情けない姿ですが、笑ってアルウィンを後にしたいと思います。本当にありがとうございました。今日の日を迎えたその思いをサポーターに、そして天国の松田直樹さんにもしっかりと伝えました。